高弘です。今回は消費税増税前、2014年3月に大人買いしたあなたにやってもらいたいことについてお話しします。最初に、あなたの部屋、家の部屋には物はいっぱいあるでしょうから、整理整頓、掃除をやってください。掃除をすることにより頭の回転を上げることができます。部屋がきれいだと運気が上がります。すっきりして物がどこにあるのかが把握しやすくなるので、整理整頓をきちんとやってくださいね。で、二つ目が、ネットショップで買い物をした人限定になります。注文したものがきちんと届いているかどうか確認しましょう。たくさん注文すると分かりづらくなるので、一つ一つチェックしていってください。三つ目が、いくら使ったかを大体でいいので計算していってください。クレジットカードで支払いをしている場合は、お金の入金を早めにしておきましょう。3月はお金をたくさん使ったと思うので、支出の見直しを行ってください。話は以上です。ありがとうございました。